耐熱ガラスのハリオから V60 アイスコーヒーメーカーフレッタのご紹介です。今すぐアイスコーヒーを飲みたい、そんな方にはドリップしてキュッと冷やす急冷式のアイスコーヒーメーカーです。 V60 アイスコーヒーメーカーフレッタで美味しいアイスコーヒーを作ってみましょう。ガラスポットにアイスストレーナーをセットし氷を入れます。分水器をアイスストレーナーにセットします。ドリッパーはコーヒーの層が深くなる塩水系、しっかり旨味を抽出します。ペーパーフィルターはチャック部を折り曲げドリッパーにセットします。コーヒー粉は付属の計量スプーン1杯が約 12g、 4杯分を目安にコーヒー粉を入れてください。粉は少し揺すって平らにします。沸かしたてのお湯をコーヒー粉の中心から全体に注ぎ30秒ほど蒸らします。蒸らしたら円を描くようにゆっくり少しずつお湯を注いでください。長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急速に冷やしていきます。コーヒーの量がラインまで上がったらドリッパーを外してください。アイスストレーナーを上下に 3、4 回動かしてコーヒーの温度を均一にしてください。ストレーナーを外しポットに蓋をして氷を入れたグラスに注いでお召し上がりください。入れたてのコーヒーをキュッと冷やして深い味わい、 V60 アイスコーヒーメーカーフレッタ、ぜひお楽しみください。